皆さんこんにちは。株式会社パテントインベストメントの草野です、今回はですね、知的財産全体編の他人の特許商標依頼を無効にする方法ということで、実はですね、他人にその特許商標依頼といった権利を取られても、後からですね無効にすることができる場合があるんですね。で、これをですねうまく活用することで、その、障壁となっている厄介となっている権利を排除して、で、有利な方向に持っていくということが可能になっていきますので、これはですね、ぜひ知っておいていただければと思いますので、今回もどうぞご覧いただければと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それでは内容に入っていきたいと思います。で、冒頭でお伝えしました通り、人の、特許、商標、依頼といった権利を後から無効にできる制度がありまして、で、それというのはですね、特許法とか商標法、依頼法で定められているものなんですけども、無効審判というものですね。正確には特許無効審判、商標登録無効審判、依頼登録無効審判、このように言うんですけども、内容としてはですね、ざっくり言うとですね、後から、つまり権利を取った後に無効理由が分かった、見つかった場合に権利を無効にできるというものになります。で、この無効理由っていうのはじゃあ何なのかということですね。これはその特許とか商標とか依頼を取る時の要件と表裏一体のものですね。つまりですね、例えば特許の場合だと、特許になる要件として、新規性とか進歩性っていうものがあったかと思います。で、新規性っていうのは世の中で知られていない新しいものというもの で、進歩性っていうのは世の中にあるものから簡単に思いつかないと、想像できないというものですね。で、こういった要件をクリアすると、特許が認められるんですけども、ただその特許になった後に、そのような新規性、進歩性に、違反するような理由が見つかると。つまり、後からですね、似たような技術が見つかってしまって、で、結果的に、じゃああれは新規性がなかったよねと、進歩性がなかったよねというふうになったらですね、それは無効理由になるんですね。で、そうすると、後から特許が取り消されて、無効になって、権利がなくなるということになります。で、商標もですね、同様に、商標登録出願をしたときは、同じ、あるいは似たような商標がないということで、登録になったんですけども、その後に、実は似ている商標がありましたということになったらですね、それが、無効理由となって、で、それで権利が無効になるということがあり得るわけですね。こういったものが、無効審判の内容になります。で、この無効審判なんですけども、いい面と、悪い面、両方ありまして、まずですね、じゃあ悪い面からご説明したいと思うんですけども、悪い面っていうのは、自分が権利を取得した時ですね。で、自分が権利取得するとですね、もしそれがいいアイディアだったり、厄介なアイディアだというふうに思われた場合ですね、人から無効審判を請求されて、無効にされてしまうというリスクもあるんですね。なので、自分が権利者の場合は不利益を被る場合があるということになります。で、一方でですね、そのプラスに働く場面ですね。これはですね、こちら見てきたと思うんですけども、無効理由を探すべきケースということで、2つ、ケースがあります。で、1つ目はですね、他人の知財権、特許、商標、依頼といった権利ですね。これが障壁になってしまっているということですね。で、これどういうことが考えられるかというとですね、例えば、これから商品サービスを開発して、それらを販売、提供していくという場面ですね。それから新しい事業に参入して、事業を拡大していくという場面ですね。で、こういった時に、このまま、商品サービスを提供販売したり、事業をやっていくと、他人の知財権を侵害してしまうという場面ですね。で、かつ侵害の回避が難しいという場面ですね。で、ここで取るべき行動は、2つ考えられまして、1つはもう商品サービスの提供販売やめる、事業をやめるというのが1つですね。で、どうしてもそれができないということであれば、この無効理由を探すということになります。で、無効理由をですね、調査して探して、見つかったらですね、もうそれで十分なんですね。というのも、その、
もしそのまま商品サービスの販売提供を続けたり、事業を続けて、もし相手権利者に訴えられたとしても、で裁判になったとしてもですね、その時にいやお宅の権利、まあ、例えば特許は無効理由があるからそれは行使できないよと、権利を行使できないよというふうに主張してですね、それでこっちが事業を止められたり損害賠償を払わされることを防ぐことができるんですね。なので、実際ですね、この、まあ、無効審判というものをわざわざ、手続きをして請求しなくても無効理由を見つけておけば、まあ、いざ訴えられた時に反論できるということになります。なので、そういった場面においては無効理由を探すのが非常に有効になります。でもう一つはですね、こちらですね、他人の知財権を侵害してしまった場合ですね、まあ、これはもう遅い、結構手遅れというかピンチな状況ですね。でこれというのはもう自分たちが侵害してしまっているのが、まあ、分かっているの でそしたらもう無効理由を見つけてその特許を無効に、まあ、特許とか商標ですねを無効にするしかないんですね。で、まあ、これはですね探すべきというかもう探さなければいけないぐらいな形ですね。で、なんとか無効理由を見つけて、侵害したマイナス面をですね、まあ、チャラにするという形ですね。まあ、そうすればなんとか不利益を被らずに済むということになります。で、このようにですね、無効理由を探せば安心してその相手の権利の内容を実施使用できるということになります。で、この無効理由に関してはですね、まあ、当然調査が必要となりますので、もし、まあ、必要であれば僕みたいな時代コンサルタントですとか、あるいはまあ弁理士、調査ができる弁理士ですね、まあ、そういった方にお願いをして、まあ、無効理由を発見するのがいいかと思います。まあ、それでですね、まあ、調査すれば無効理由が見つかればですね、まあ、事業上のリスクが一気に減りますので、まあ、必ずそこはしなくてはいけないということになります。以上ですね、権利を無効にするという内容についてご説明させていただきました。ぜひですね、この方法を活用していただければと思います。それでですね、本日はこの辺で失礼させていただきます。それではまた。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画もぜひご覧ください。